サニー号を手に入れたルフィたちは航海者たちが集う新世界への玄関口シャボンディ諸島に到達。この島で天竜人を殴り飛ばすという大罪を犯してしまったルフィは島にやってきた海軍大将キザルに追い詰められている。必死に応戦をするルフィたちだったが、突然現れた七部海バーソロミュークマの手によってそれぞれ見知らぬ土地へと飛ばされ、麦わらの一味は完全崩壊を喫してしまった。ルフィが飛ばされたのは妙ヶ島アマゾンリリー。この島で女帝ハンコックの信頼を得たルフィは兄エースが公開処刑されるという情報を知る。エースを救おうとインペルダウンの最深部に乗り込んだルフィ。しかし時すでに遅く、エースは公開処刑のために海軍本部へ移送されていた。ルフィは海峡のジンベイやかつての宿敵クロコダイルたちと共に難攻不落のインペルダウンを脱出し、海軍本部のある地マリンフォードへと向かった。一方その頃、マリンフォードにはエースを救い出すため湾内を埋め尽くすほどの海賊船団が押し寄せていた。これらを率いるのは四皇の白姫、世界最強の大海賊である。迎え撃つ海軍の最高戦力の大将赤犬、キザル、青キジが集結する。さらにはもう一つの大勢力オーカ七部海も顔を揃え、白ひげ海賊団と相まみえるのだった。その規模と世界を震撼させた結末から後に頂上戦争と呼ばれることになる歴史的な大戦、エースの処刑をめぐり、その大乱戦の火蓋が今切られた。強大な戦力がぶつかり合うマリンフォード。白ひげが巨大な津波を起こせば、青キジが瞬時に凍結させる。誰が勝ち、誰が負けても時代が変わる。まさに頂上の戦いが繰り広げられていた。そしてルフィたちはエースを救うため戦いの真っ只中についに降り立った。こいつ麦わらのルフィだ。奥越ルーキーだぞ。なんで麦わらの一味がここにいる。いきなりかよ。慌てるな。本部の奴らとはいえただの海兵だ。お前らに構ってる暇はねえ。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。お前たちの相手は俺だ。いつも通り自由にやるぜ。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。腕が鳴るぜ。これだ。さあウェポンズレッサー。とうとう俺を本気にさせやがったな。必殺火の鳥橋。俺様は勇敢なる海の戦士キャプテン。いきなり海兵かよ。こいつは頂上戦争のど真ん中だな。聞いてた以上にとんでもない状況じゃねえか。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえぞ。エース、みんな聞いてくれ。エースはあそこにいる。戦争でエースは死んだ。ルフィ、この世界は現実じゃねえかもしれねえけど、俺はエースを助けたい。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、
今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。おう、どけよ。俺たちはエースのところに行くんだ。おお、麦わらの一味、揃いも揃ってどうやってこんな場所まで来れたんだい。しかしシャボンリーで拾ったばかりの命をこうもあっさり捨てに来るとは呆れるね。借りっぱなしは気分が悪いからな。返せるときに返しとかねえと。若いね。先に行けルフィ、こいつは俺たちで止める。ああ、兄貴を助けろ。わしも舐められたもんだよ。好き勝手もここまでだ、麦わら。お前、ケムリ、お前と戦ってる場合じゃねえ。俺たちはエースのところに行くんだ。ルフィ、先に行って。行け、ルフィ。ここは俺たちが何とかする。行って、ルフィ。エースを必ず助けて。すまねえ。頼んだ。待ちやがれ、麦わら。悪いけど、私たちの相手をしてもらうわよ。ルフィの邪魔はさせねえぞ。舐めないでね。こう見えて、なかなかサンダーランス戦法。アメンじゃねえよ。この程度のやつで騒ぐんじゃねえ。トップグリーンの多彩性、必殺ひまわり星。オチエンタフルール、クロトラマード。ロック。言ってなんかいねえぞ。聞かねえよ。どうや。ナミ、気をつけて。敵が増えたわ。ええ、ありがとう。なんで私なのよ。サンダーランス剣法。あんたがどれだけ強くても少しは強くな。おお、シャボンディの時とは見違える強さだ。この数日で何があったんだ。手下でこれなら船長はもっと危険なのかね。船長を逃がすためとはいえ、お前たちで相手になるかね。光だろうが何だろうが切れない道理はねえんだよ。俺のビームの方が強いってとこ見せてやるぜ。よし、行くか。三刀流108ポンド砲。腕が鳴るよ。天の村雲。やった。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。負けられねえ。ウェポンズレッド。俺がやる。これだ。三刀流108ポンド砲。腕が鳴るよ。おい、お前、殺しちまうぞ。ボーシャット。殺し機。
オルサリーノさん、麦わらが湾岸にたどり着きそうです。参ったね。仕方ない、ここは任せたよ。待ち上がれ。海賊風情がこの海軍本部で好き勝手できると思うな。ここは通さんぞ麦わら。邪魔だデカブツ、三枚に下ろすぞ。こらパワー勝負なら俺様の出番だ。スーパー任せろ。竜巻。おいお前、殺しちまうぞ。ボーシャット。ぶちのめしてやるよ。今なら納得。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎる。早くねえよ。今は一人じゃねえからな。俺の後ろには仲間がいるんだ。まさに満身創痍やな。この怪我で海軍大将が相手では分が悪い。加勢させてもらうぞ、ルフィ。ジンベ、行くぞ。いや、セカンド。遅いね。ルフィ君。お前のじいさんは恩人だが、仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。いざ突破だ。あらら、こりゃまた人脚だ。今度はクロコダイル、お前さんもか。こんなルーキーに加勢するとは、七部会も安くなったもんだね。邪魔ねえな、麦わら。お前はワニ。長い牢獄暮らしで体がなまってやがる。刀ならしにはちょうどいい相手だ。黙って突っ立ってやる。ハッ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 。こんなところで立ち止まらねえ。俺は絶対たどり着く。わしも少しは役に立たせてもらおう。ワニ、ジンベ、助かった。まったく、クロコダイル、あんた勘違いするなよ。俺は俺の目的のためにてめえらの相手をしてるだけだ。あんたはもう少し利口だと思ってたんだが。そうじゃな、こちらはこちらでなすべきことをするまでじゃ。こいつ強えな。死に玉だ。君、厄介そうだね。天の村雲。聞かぬ。ほう。いいグランド石膏。
グランドデス。あらら、びっくりしたね。ここは任せてもらおうか。やり投げ、村サメ。いけるか。水だ。ほーら、聞かぬ。お前、俺に逆らうのか。あらら、こりゃ倒しがいのありそうなやつだ。びっくりしたね。お前らに任せたギアセカンド、ゴムゴムのジェットガタリング。おお、ここまでかね。アイスタイムカプセル。うぬぼれるなよ小物が。お主の力、このわしに見せて。あららら、いけるか。ゴムゴムのジェットバズーカ。あららら、こりゃ守り手もはしっかり守りやがれ。ま、もっと強くな。なぜ仲間のことを思ってる人たちが、オタがどうしてこんなに血を流すの。ジンベエ、クロコダイルの加勢を受け立ち下がる難敵を撃破したルフィ、ハンコックから手錠の鍵を受け取り、ついにエースのいる処刑台にたどり着いた。昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、無茶ばっかりしようって。エース！俺も弟も世話になっちまったな。危険のエースは火のロギアだぞ、気をつけろ。弟なんだよ、手出し無用で頼む。引け。ゴムゴムのガトリング。貴様ら兄弟も後ろの一味も、ここから生きて返せば正義の名折れじゃろうが。赤犬か、こいつは面倒な奴に好かれちまったもんだ。おいルフィ、お前たちはさっさと逃げろ。嫌だ、俺もエースと一緒に戦う。あいつには絶対エースを殺させねえ。昔から頑固だよなお前は。よなら、こいつら全員ぶっ飛ばして一緒に飯でも食いに行こうぜ。おう、お前も俺の邪魔をするか。大宴会宴廷。あんた、強えな。この背中の誇りにかけて。もう弱かった頃の俺じゃねえ。修行の成果を見せてやる。何を言うちょるかわからんがの。どちらにしろ貴様らは
ギアセカンド。ここでしまいじゃ。ゴムゴムのジェットバズーカー。まとめてわし一人で十分じゃ。刀がうずき、塩ビマヨネーズ、鬼切り。引かぬ。やってやろうぜ。仕方ねえ。うさっぺ。私なのよ。サンダーチャージ、ウィングアーム。進化しらぬ。いけるか。止めてわし一人で十分じゃ。やっと俺の出番か。いつもどうさっぺ。おいお前、殺しちまうぞ。コンカス。なんで私なのよ。サンダーチャージ、ウィングアーム。進化しらぬい。まとめてわし一人で十分じゃ。ボーショット。正義が負けるわけにゃいけんのじゃ。大噴火。甘いね。こいつ強えな。サード、ゴムゴムのギガントピストル。トップグリーンの多彩性見せてやる。腹が減って力が出ねえ。ウソップ、ありがとう。たまずいわね、こいつ強いわ。よし、行け。こりゃ腕が悪い。まだ終わらん。エース、大丈夫か。お前、ありがよーし、今週の俺やったわね。このメモリアでの目的は果たしたわ。もう大丈夫。貴様ら兄弟は絶対に逃がさん。エース。うわ。このガキどもが。ルフィ。エースは殺させねえ。どうしてキューブの様子がおかしい。またあの光をまとってる。またあの光なのか。余計なことは考えんな。
ここを切り抜けることだけに集中しろ。さっきよりも強くなってるのか。そう考えて良さそうだな。これもキューブの影響？でも考える暇はもらえなさそうね。いけるか。わし一人で十分じゃ。腹ごしらえだ。助かるわ、サンジ君。今がチャンスだ。まずいわね。こいつ強いわ。サンダーチャージ。ウィングアーム。お前も俺の邪魔をするか。進化しらるい。見られてよかった。ちゃんと
助けてもらえなくてごめんな。みんな、無事でよかった。そうだな。リム、ありがとう。助かった。別に大したことはしてないわ。まあでも、無事でよかったわね、ルフィ。みんな、帰ろう。しかしマジでヤバかったな。もうダメかと思ったぜ。ロビンちゃんがとっさにみんなをつないでくれなきゃ危なかったな。賭けのようなものだったけど、なんとかなったわね。ありがとな、ロビン。激戦を乗り越え無事に帰還した麦わらの一味。満身創痍の彼らだったが、もう迷いはなかった。そして最強の巨像が再び彼らの前に現れる。次章、終結、麦わらの一味。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから。
ちゃんと力は戻ってるみたいだな。ええ、なんとか乗り越えられたわね。よし宴だ。ルフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ、アディオは違うのか。え、アディオはお前の仲間だろ。仲間、アディオが。わからないけど、もしそうなら嬉しい。イム、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ。ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今どうすることもできないが、奴とは間もなく相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ワフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ。アディオ、その炎の巨像だけど戦わずに倒せないかしら。なぜだ。あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから安心しろ、リム。俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ、巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ、友達か。朝飯作ってくれ、サンジ。ありゃ、サンジがいねえ。サンジならフランキーと一緒にアディオの小屋に行ったぞ。よし、呼びに行くぞ。アディオの小屋だな。どうしたんだ、フランキー。いや、コーラを作る材料を探してたら、こいつを見つけてな。なんだそのキノコ。でもあんまりうまそうじゃねえな。毒はねえが確かにうまくもねえ。そういやサンジはどこ行った。飯作ってもらおうと思ったのに。このキノコを見た途端飛び出して行っちまった。採取した場所を聞いてたから、こいつの生えてる湖畔の洞窟に行ったんだろうよ。よくわかんねえが面白そうだ。俺たちも行こう。ん？あの洞窟どこにあるんだっけ。忘れたんだが、アディオに聞きゃいいんじゃねえか。すぐそこにいるんだしよ。